こんにちは藤谷蓮次郎です、えー、今日はもう是非この人のお話をしたいと思っていた作家についてお話をさせていただきます。誰かというともちろん私が今の日本の作家で最強そして文学を愛する人というのはたくさんいるけれども文学に愛されているという意味での最愛の存在としての松浦理恵子さん。 松浦理恵子最愛説と書きましたが、えー、今申し上げた通り、彼女は文学を愛している人ではなくて、文学の方から愛された人として、えー、まあ、私は松浦理恵子さんという存在が重要だと考えています。えっ、ー、と、数年前に出ましたこの最愛の子供という小説、えー、ここの最愛とも書けたとも言えますけども、 やはりですね松田理恵子という存在はもっともっと取り上げられて、えー、まあ現代の作家としては間違いなくナンバーワンの人という私は考えているのは、まあ、性的なセクシャリティの部分エロティシズムの部分、まあ、セクシャリティとエロティシズムをちょっと話して考えます、えー、でその両方から言っても非常に現代的なテーマを扱って現代というか それより前だったら多分嫌な言い方だけど変態として退けられてたものをど真ん中で扱っているそのど真ん中で扱うことがあの少数の人間の居場所として掘り下げられていく単純に自分たちはその世の中に攻撃されてるやつなんだあるいは世の中はこれを認めてくれて世の中もっと変わるべきなんだっていうまあ言ってみれば左翼的なうん まあ単純さとは別のところで思考として深まった作品を書いているのがこの人と。で是非、えー、もうできれば高校とかジェンダーっていうんだったらまずこの松浦さんの「ナチュラル運和」を読めと読むべきだと私は考えます。えー、松浦玲子さんとといいいうう人が切り開いた領域というのは 理屈上も重要なんだけどそれ以上にあの官能的なまでの筆運び、えー、まあ中身をばらしたくないのでナチュラルウーマンについては触れませんけど、えー、とにかくもう圧倒的な質感で迫ってきますがもう一つ重要な点としてこの人若くしてデビューして大成してるんですよね大成ってもうさほど売れてはいませんがそれは売れるには高級品すぎるから。 でも私は今後隙があるたんびにやはり松浦理恵子を読むべきだということは言っていこうと思っています。でこの「最愛の子供について取り上げた文章を私のブログの方でも発表しておりますので今回の動画の下の方にも貼り付けておきますが「最愛の子供以降も松浦さんの活動はこれもう56年になるのかな「最愛の子供はこれ以降の話もいずれはまとめたいと思っていますが。 現代の文学者で文学に日本文学で文学に愛されているもの文学を愛しているではなくて文学に愛されている存在はこれは松浦里恵子に尽きると私は考えています、えー、また勝手なことを言いましたがぜひコメント等でご批判を批判のある場合はご批判いただければそれから松浦里恵子さんに対する称賛等がもっともっとあっていいと思っておりますそれでは失礼します